はいどうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。本日はこちらのダブルマスターズ2022のコレクターブースターを開封していきたいと思います。ということでね、これ前回も結構前に、ダブルマスターズ2022開けたんですけれども、実はねその後すぐ撮ってる、動画になります。多分動画自体は結構後の方に出してるかもしれないですね。でね、もう前回のね、ダブルマスターズ、前々回のダブルマスターズのコレクターブースター、どっちもやばかったですね。どっちもやばかったんで、もう1ボックス開けたいなと思って、もうなんか取り出してきて、はい。そんな感じでもう開けようかなと思って、はい、やつですね、はい。マジでやばかったんですよね。何なんだ、あれは一体。一番、1パック6000円が、まあ大体、6000円ぐらい。6000ちょっとぐらいかな。1パック6000円くらいか。が4パックあって、4パック2万4000円ぐらいのものを開封して出てきたのが2800円のカードっていう、一番高いのが2800円っていうね。めっちゃやばかったですね、あれ。しかも、僕これ定価で買ってるんで、3万5000円ぐらいのものを、開けてるわけなんですよ。値崩れする前に買ったやつだからね。そんな感じで、もう非常に大爆笑だったわけですね、あの2回ね。ということで、今回はね、それを払拭するような感じでね、もう3ボックス目に、この動画撮ってる時間的にはね、もう連続で3ボックス開封してるんですけど、まあ、動画にしてるのはね、ちょっと時間を置いてるかもしれないですね。はい。まあ、ダブルマスターズね、多分 3連続とかなく、多分飽きると思うんで、はい、そんな感じでちょっと多分、時間を置いて開封してると思います。ということで今回はね、もう大爆笑を回避するということでね、もう数打ち当たるっていうことでね、はい開けていけたらなと思います。はい、予言のやつもあったかいブレイクスルー思考破棄、はい、ここはもうボンボンといっちゃって、もう3ボックス目だからね、実はね、はい、僕の時間感覚的にはね、はい、でここからがねマジでね厳しい戦いを強いられる。おお、神話レア来た。食物連鎖か。調和の中心かな、この感じ。調和の中心っぽいな。はい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 。できればね、フルアートホイールで欲しかったが。まあでも、フルアートホイールになると、他の枠が潰れるのか。まあそれを考えると、まあここで出てくれたのもありがたいっちゃありがたいか。このイラスト、かっこいいしね。うん、このイラストは非常にかっこいいと思います。で、次も神話レア。ただマルチだな。マルチは何もないんだよな。セドリスさんですね。墓地によるクリーチャーが創生を持つという、はい、セドリスさんですね。非常に当たってほしくはないカード。で、次が、レアですね。エッジングフォイル。白黒。はいはいはい。苦渋の破棄。苦渋の破棄でも結構出ますね。なかなかこれも厳しい戦いを強いられている。大丈夫か、もう前回とほぼ同じような中、運命をたどっているが。大丈夫か、本当に大丈夫か。テクスチャーホイールも出ないんだが、大丈夫かこれ。レアだし、レアだし、パンハーモニコンっぽいぞ、これ。パンハーモニコンっぽいんぞ。あ、セーフ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 。あの、コマですね、コマ。あ、セーフ。今のところ、セーフ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 。いいですね、コマ。このフルアートのコマ結構かっこいいんですよね。あのちょっと、現代的になったコマですよね。今のところ、まだセーフだな。まだセーフ、まだセーフ。もうなんか開けるのが怖いですね、これ。しかもテクスチャーフォイル当たったところで、そこまでね、あの結構値下がってるんですよね。なんか一時期10万ちょっととかしてましたけど、結構当たるのかなと思うんですけど、まあ僕、このボックス、何ボックス目だ ?7。7でしょ ?8、9。多分10ボックスか9ボックス目ぐらいなんですけど、まだ当たったことないんですよね。唯一当たったのが、あの、ジョニーの店さんで出てきた、もらった2パックなんですけど、パストエグザイル。だから僕が買ったボックスからは一つも出てないわけなんですよね。だから、もうそろそろね、来てくれていいんじゃないだろうかと思っているんだが、ね、そろそろね、出てくると思うんだが。で、まずレア、はい、22杯、わかんない。リシュカーさんですね、はい。非常に厳しい戦いですね。非常に厳しい戦い。はい。ではですね、ローン・スペンサーさん。
はい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 、暗殺者の戦利品か、はいはいはい、いやこの流れ、この流れ非常に厳しいな、厳しいな、厳しいな。エッチングレア軍団のなんちゃらってやつか、軍団の戦利品やばい、タブマス2020に値下がるわけだな、なるほどな、こういうことか、こういうことだな。レアやばい、ファクトか、テフェリの防御か、はいはいはい、あーまあ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 、マジでこれ割と当たりの部類なんだけど、割と当たりの部類当たっても非常に厳しいというね、なんかそういうやばいパックになり果ててますね、今このダブルマスターズ2022は。テフェリーズプロテクションのこのフロアとホイールはまだ当たったことがなかったので、まだセーフかなとは思うんだが、はい、今のところね、まだあれですね、非常に厳しい戦いですね、非常に厳しい戦い。いやいやいや、こんな厳しかったっけ、もっとなんかすごいものがいっぱい当たってたような気がしたんだが、気のせいだったのか、気のせいだったのかもしれない、気のせいだったのかもしれない、それとも前がちょっと運が良かっただけなのかもしれない。A ランパンですね、ランパン、はい、ランパン、弱者の C 強い、で、で特権階級ですね、はい、特権階級、もはや特権階級でも何でもないが特権階級ですね。で、りゃあ、はい、神々のふんぬん、やばい、これ前見たぞ、前見たぞ、これがここで当たったとき、最後も神々のふんぬんで非常に憤慨しましたね、はい。キングホイール、レア、ケチ、ケチの奥なのかな、いや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 、これ、統率者でも使えないし、これ、どこで使うんだろうな、いや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 、やばいぞ、これ、マジでやばい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 、ルミナさん、はい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 、近畿の果樹園っぽいな、これ、近畿の果樹園っぽいぞ、これ、近畿の果樹園っぽいけど、近畿の果樹園っぽく、新中の都ね、はいはいはい、近畿の果樹園よりはいい、ただただパックの単価からすると非常に厳しい戦いを強いられているのは免れない、はいただこのねフルアドホイールはまだ当たったことがないので、非常に僕はあのそのこのパックの単価とこのカードの値段と割とこのフルアドホイールが当たってくれた嬉しさと非常にあの複雑な気持ちになっておりますね、はいもう終わる、やばい、なんだこれ、なんだこのボックスいやー、やっぱ厳しいな、テクスチャーホイールとか当たってる人って何なんだろうな、あれ全然出ないんですが、全然出ないですよこれ、ダブルマスターズ2022てか魔力の質もね全然出ないですねこれ、っていうか割とフルアートホイールの魔力の質意外と値段したので、うん、なんか割とやっぱ当たんないんだなって思いましたね。いやマジなのか、これやばくない、ちょっとやばいぞこれマジで。炎獣族の使者、即走廃、はいはいマジでもうめくるのがめっちゃ怖いんだが、近畿の果樹園か、これこそ違うな、マルチか、はい、存じ上げないカードが来た。クリーチャープレインズウォーカーやプレイヤーのうち望む数と対戦相手1人を対象として前者に5点を、割り振る、望む分だけ割り振ると後者は5点のライフへ、へえ、ソーサリーなんだね、でもねきつ、キッズマジで言ってんの、これやばくない、否定の力か、これ否定の力ですね、否定の力はねなんかねめっちゃくちゃ出るんですよね、どうすんのこれこんな出てもね使うところがないんですね、さすがにね。あ、なんか最後の光り方もテクスチャーっぽくないな、レア、うわー、運命の大立て物だ、うわ、やっば、やば、やば、
マジここシンマリアじゃなかったらマジやばいですよ。シンマリアじゃなかったらもうあ、セーフ、シンマリア。待って、マナドレインだと嬉しいけど予見によりがあるんだよな。さすがにマナドレインかな。あ、さすがにマナドレインだなこれ。はい、マナドレインですね。はい。まあ、あのね、非常にね、あの絶妙な感じの当たりでしたね、なんかすごく外れでもなく、かといって一般的な当たりでもないというパック単価化すると非常にあの悲しいレベルにはなってるんですが、まあでも割と欲しいもの、使えるものっちゃ使えるものっていうね、なんか非常にそういった絶妙な位置関係にあるカードが当たったっていう感じでしたね。はい、はい、ということで今回の開封動画は以上になります。もうサクッとした感じの動画になりましたね。はい、じゃあ今回は以上になります。それではまた、じゃあねー。